大きい舞台に立たせてもらって、もう本当にありがとうございました。もう皆々がな、本当にありがた、温かく、生温かく見守ってくれてるからじゃ。本にありがとうございました。たくさんおられるな。今日もまあなんかツッコミどころ満載なことやるからなんてやねんみたいな、もうそんな感じだ。とりあえず我々も武将隊の端くれ、少しぐらい真面目なことをやらさせてくれ。今日はな、わしの工場からじゃ。よろしく頼むぞ。いいぞ、はい、美濃国、そして天下の大平、それが民のためである。老三様が描いた斎藤家の思い、そして信長様が目指す織田家の進むべき道、抗う者には容赦はいたさん。西の三人衆、郷の武将、時の方垣城主、信長じゃぞ。なき道さんは大層の信長をついておったが、わしはすかにあのようなうつけにこの美濃を渡さぬ。主人、そなたも織田家につくと申すのであれば、今すぐここでその手を切り捨てる。また面倒くさいなって見ちゃったね。料理はかかってまいれ。やっとくやっとこうか一回。
じゃあ参ろうか。
なんていうのかの嫌な汗をかいた。もうみんながどう反応するかが怖くての。本当に言ったけど、みんながこのようにまだまだ迎え入れて、そしてまだまだ盛り上げることができるということが確信できたゆえ、これからますます岐阜を、そして広本を盛り上げてまいるゆえ、みんな大きな声で、笑顔で突き進もうぞ。よいか。皆さんでね、大きな声でお帰りということで、せーの、お帰り、ただいま。ありがとうございます。皆様からも一言あるんですよね。初めてご覧にいただいた方で、ね、何が行われているか全く分からない。僕も詳しくも説明できません。いろいろあって蘇ったところです。はい、参りました。よろしくお願いします。お願いします。ではでは、これからも岐阜をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岐阜城、盛り